立場であると分かってる社員は、ロボット同士が会社の大事ですよね。そうですね、みたいな話になってから、スライドのビデオ見ながらやろうかなって思って、リアルな感じやったらいいんじゃないかなと思ってますけど、そうですね、くだらないっていうか、めちゃめちゃ。見せてもらいますよってこう、なんかこうきちんという感じの方がいいかもしれないですね。きちんと言いつつもハードボイルドな感じ、もっとこう不良な感じがあるといいんですけどね。ヤンキーな感じで全編通したいんで、これは全員あのヤンキーみたいな感じで、いいね。カフェヤンキーなんだこれ。来たよ、来た来た、やっと来たぜこの日がよ。ついに来ましたね、初めてのフィストプラネットが。ああ、獅子王が騒ぎやがるぜ。騒ぎをいただきに行きましょう。だよ、その次からします。せっかくこんなところまで来てやったのに、どいつもこいつもつまんないクズばっかりね。ちょっとおばちゃんみたいだな。微妙なんだよ、この意味は。とりあえずね、もっとね、バカにした感じでいいんじゃないかな。はい、バカにした感じ、バカにして、はい、かつちょっと色っぽい感じもある、あるといいかなって感じ。出た。優勝はわしらのもんぜよ。現れたらこのドブネズミが、たかでが口抜くぐらいで大きさな顔しやがってよ。ずいぶんわんぱくなことしてくれんじゃない。もうちょっとこう小生意気な感じは捨てない方がいいんだよね。少ない方も、捨てない方がいいっていうか、今のは結構熟女な感じだったから。そっちの得意なんだろうけど。一応ね、この回はミスルが主役なんで。え、え。知らなかった、知らなかった。格好つけてもらわないとちょっとね、収まらないんで。すいません。あ、じゃあ気を引き締め直して。久しぶりに会って、なんだその挨拶は。恐ろしい病気にでもかかって口の利き方忘れたか。てめえにそんなことよく並べられんのか、このユタコが。お前らをほふる。バッカじゃないの。勝利の歴史は変わんねっつーの。歴史のために死んでくれ。笑わせんじゃないわよ。やっちゃいな。はい、勝ってしまいます。いいですね。かなりいいですよ。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。トラバの声をやってた津田寛治です。こうやっと今日もう、トラバのエピソード全部完結してしまいました。もう超寂しいっす。最初ね、この話もらって本読んだ時はね、ちょっと俺鳥肌立ちましたよ。もうあんまりにも面白くて、あまりにも見たことない物語で、あとこれどうなるんだろう、どうなるんだろうって言って、このトラバって役できんのかなとか、もうすごい不安もあったし、嬉しさもあったし、もうごちゃ混ぜの感じで一番最初現場に行った時、もう忘れもしないんですけど、もう森ちゃんとか俺とか口が全然合わなくて、もうね4時間ぐらい延々とやって、本当ね素人だったんでかなり迷惑かけたと思うんですが、でもねすごくやっぱり楽しい現場だったんで、もう本当石井監督、その他グラスホッパーのスタッフの方々にめちゃくちゃ感謝してます。またこういう機会があったらぜひやりたいと思いますんで、もし、そんなことがあって、また皆さんにお目にかかれる日が来ることを楽しみにしてます。どうも、森下です。新海の役をやらせていただいたんですけれども、
今回あのやらせていただいたそのキャストのみんなっていうのがあの津田君だったりあとしえちゃんだったりあとまあ、ゆうちゃんっていうあのバイト先でもいつも一緒にやってた仲間なんですけれどもすごくこう気の合った仲間で、まずできたっていうのがすごく、僕にとっては、助かりましたし、楽しかったし、ましてやその監督である石井さんともいつもあのお仕事をご一緒させていただいて本当に楽しかったです。それとあのいつも、このグラスホッパー、トラバーを応援してくださった皆さん本当にどうもありがとうございました。また会いましょう。おいで。はい、どうも、ミクルの声をやらせていただきいております小日向シエです。ですね、私も、まあ、声優さんといいますかこういうお仕事は初めていただきまして、幼少の頃からアニメにはものすごいこう思いを馳せたりとか夢を抱いたりとかしておりましてあのまあ大人になったら声優になりたいなっていう密かな思いがまあちょっとありまして叶ったみたいな感じでして非常にあのこういう機会を与えてくださった皆様にあのスタッフの方々や石井さんに感謝しております。あとは全然関係ないんですけども友達とかも一緒に見てて次はどうなってるのってものすごく楽しみにしてましたのでぜひぜひ終わらずにまあ終わらずにということなのであの次回作まあ呼ばれるか呼ばれないかはわからないんですけどあのすごく楽しみにしております。ライターをやらせていただきました下田裕二です。今回自分だけ3つ目から、ね、途中参加なんでで怖くて怖くてしょうがなかったんです。あなんかすごいことをみんなやってるんであん中途中から行くのうわ怖えと思いつつさあでも やりたいと思って参加させてもらってやっぱり楽しかったですよ。でまたこういう機会をぜひお願いしたいし。えフェストプラネットやるんでしょ。優勝しなくちゃならないですからね、絶対優勝しますよお願いします。では皆さんありがとうございました。ドラマに関してはあの、まあ、自分が見たいもので今自分が作りたいものっていうのをあの正直にそのままフィルムにしたものなんで、あのその感じを保険会社の伝わればいいなと思ってるんですけど、で DVD のおまけにつけたアニメーションもあのこういう感じで展開していったらいいかなっていうので作りました。あの単純に本当に楽しんでみてもらえれば一番嬉しいです。